もう眠らないは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第9シリーズ第9話、2015年11月14日に発、放送された。脚本はマーク・ゲーティス、監督はジャスティン・モロトニコフが担当した。本作は38世紀の海王星の光天気道場に位置する宇宙ステーションの乗組員であるラスムッセンが編集とナレーションをした。 ファウンドフッテージビデオである。ビデオでは、睡眠時間短縮装置モルフェウスの利用により生じた、メアニで構築されたヒューマノイドのサンドマンが、宇宙ステーションの乗組員やタービスで到着した12代目ドクターと、クララ・オズワルドを襲う様子が撮影されている。ビデオの終了時には、電気信号を映像として拡散することで、全宇宙の視聴者から、 サンドマンを生み出そうとするラスムッセンの陰謀が明かされる。怪物の名称についてクララと議論している際、サイルリアンと同様に人間に受け入れられる名称は常に自分ではなく人間が名付けているとドクターは主張している。これはサイルリアンが実際にシルルキの生物ではないにもかかわらず人間がサイルリアンと命名したドクトル・フー・ザ・サイロリンスでの出来事を指している。 脚本家のマーク・ゲーティスによると、ドクターが言及した人類に降りかかった大災害とは、クラシックシリーズの第21シーズンフランティースでの地球と太陽の衝突のことである。現代スリープノーモアは、ウィリアム・シェイクスピアのマクベスのセリフスリープノーモア、マクベス・ドーズ・マーダー・スリープに由来しており、これは劇中でドクターも引用している。クララは、 モルフェウスマシンの名前が夢を司る神のモルフェウスに由来しているのか尋ねている。モルフェウスのホログラムは、In the Arms of m o p h ェウスというフレーズを使用しており、これは深い眠りにつくという意味である。また、モルフェウスマシンのテーマソングである、ミスター・ザントマンは1954年にザ・コーデッツが人気の火付け役となった歌である。チョプラのように、モルフェウスマシンで、 睡眠時間を短縮しようとしない人間はリップスと呼ばれる。これはワシントン・アービングによる短編小説リップ・バン・ウィンクルにちなむ。本作では従来のオープニングは使用されず、本作独自に制作された新しいタイトルスクリーンが採用された。これは51年に及ぶ番組の歴史上初めてのことであった。ラスムス戦役のリース・シェア・スミスは50周年。 記念特別エピソードアンアドベンチャーインスペースタイムでパトリック・トラウトン役を演じた。サンドマン役のトム・ウィルトンはザイゴンの侵略、ザイゴンの逆転でザイゴン役を演じた。474役のベサニー・ブラックはドクター風に出演した中では初めてトランスジェンダーを公言している演者である。本作のイギリスでのリアルタイム視聴者数は400万人。 タイムシフト視聴者を加算して561万人であった。これは全視聴者数527万人の第10シリーズ宇宙での死に方が記録を更新するまでは2005年に新シリーズが始まって以来の最低記録であった。アプリシエーションインデックスは78で第2シリーズエルトン君の大冒険の76に次いで低い記録となった。本作は 右の評価モジュールに示すように、非評価ごとに大きく反応が割れた。クラッドフィックスのジョン発生は本作に肯定的であり、ゲーティスの脚本とリースシェアスミスの演技を高く評価した。ありがとうございます。